はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、オーダーいただきました作品の完成報告動画となります。はい、お待たせしております。ミニサッチルバッグね、予約完成いたしました。はい、オール湘南ダッシュのグレーシングベンズブラックですね。で、フロントの方には刻印入れております。で、革の方もね、厚みのある革ってことだったので、こういう主要の部分は3ミリ厚で仕立てております。なのでね、すごいガッチリしてる。作りですね。で、一応マチの方はね、あまり厚いと縫い付きができないので、1.7 で作ってます。まあ、もう少し厚手のサイズでもいけるのかなと思うんですけど、まあ、マチに関してはね、どうしてもこういう曲がりの部分が出てくるので、あまり厚めだとね、ちょっと仕立てにくいなということがありますので、はい、その上でお作りしました。はい、一応ね、うちこのミニサイズだけじゃなくて普通の大きさも作っているんですが、大きさ変わっても仕立ての仕方はね、全く同じです。例えばこの持ち手の裏の縫い付けの仕方とか、普通にね、革をただ巻いてバツって縫ってるわけじゃなくて、しっかりとの飾り縫いっていう、まあ、こういう感じでね、糸をクロスさせたステッチで革の見えるかな、ほらこんな感じね。で、革のこの長さをしっかりと計算して、ぴったりね、ずれないように合うような感じで仕立てております。はい、細かいところまでね、ちゃんと計算して作っています。ピントが合わない、合わない、ごめんなさいね。はい、作っております。で、今回ね、ベルトが必要とったので、こんな感じでね、ベルトを作りました。なんかマネキンにね、かけるっていうお話だったので、はい、こんな感じでね、かけていただければなぁと思います。でね、中の容量はどのぐらいですかっていうお問い合わせが結構あるんですが、これね、ちょっと自分が使ってるやつなんですが、容量はね、結構入ります。こんな感じで。今40枚、厚手の名刺を40枚ぐらい入れております。それでまだ余裕があるかな。あとこのフロントポケットのところには使わなくなった鍵ね。結構入ってます。基本的に自分これ使ってるんですけど、なんだろう。よくわからないカードとか、そういうのをまとめてこの中に全部入れておいたり、こういう鍵とかね、入れております。なのでかなり入るかな。こんな感じですね。これも全部サイズとかはね、同じなので、はい、さすがにね、オーダー様の作品のこんな日本で聞くことはできないので、まあ、一応こんな感じでね、はい、完成しております。ぜひね、なんだろう、ホイールアップとかしてあるので、お手元に来といてから追加のお湯とか必要ないので、はい、普通にね、そのまますぐお使いいただいて大丈夫です。はい、ミニサッチェルバッグね、こんな感じで完成いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。